おはようございます。ジャスト株式会社代表関正幸です。今回ねお話しするのは生きづらさ、特に先進国のこの生きづらさって感じることある？あまりすいません、あんま感じないかもしれません、すいません、うん、ちょっと生きづらさの原因になってるもの、はい、だんだんこうなんていうかな、時間のサイクルが早くなる、技術の革新とか早くなってこう、うん、なんか忙しくなってこう、なんかこうペースメーカーに、ランニングマシンに乗せられて、それがどんどん早くなってきてもやってられないよぐらいになってるような僕気がしてるんだけど、そうじゃない人もいると思うんだけど、その原因って何だろうねって話なんだよね、はい、で、ところでこうアメリカの GDP ってどう？最近伸びてる、まあ、伸びてるんだよね、はいはい、で、日本の GDP は横ばいね、うん、でね、ヨーロッパも伸びてた、あのリーマンショック前とかね、はい、どういうふうに、これが時間軸ね、こう時間軸でGDP だとすると、日本って結構こう横ばいっていうか、まあこう下がり気味なんだよね、こう、はい、で1990年代ぐらいから、うん、でアメリカの場合は、まあ、もっとこう日本の3倍ぐらいあるんだけど、うん、アメリカの場合はこういう感じなんだよ、はい、ヨーロッパも、まあ、リーマンショックあってこういう、うんうん、で、まあ、ヨーロッパもこんなような感じなんだけどね、はい、でただね、この伸びてる部分って何なんですかって言った時にね、はい、どうもね、アメリカは1980年代ぐらいから一般のこの労働者の賃金が上がらなくなってきた、はい、日本は1990年代から、うん、なのに GDP は伸びてるでしょ、はい、なぜっていうか、この伸びた分はどこに行ってるんですかって話なんだけど、これは金融関係だとか、うん、この企業家だとか国際企業の方に行ってて、はい、まあ、要は富裕層の方に流れ込んでて、はい、一般の人じゃ流れてないんで、貧富の差が伸びても広がる、はい、なので、アメリカはすごいこう GDP 伸びてますよね、うん、でアメリカいいよねって言うんだけど、違うんだよね、我々日本と同じなの、伸びてないよ、一般の人たちの賃金とか、うん、まあ、なぜかっていうのはちょっと、まあ、そのグローバリズムって話になるんだけど、うん、今回そこを置いときましょう、うん、置いとくんだけど、だけどさ、ちょっといろいろ支出は増えてない、うん、例えばさ、1990年代ぐらいからインターネットとか行ってさ、このプロバイダーに変える、コンピューターに毎月かかるお金が、まあ、5000円とか1万円ずつ出て、うん、さらに今度携帯電話ですよって話になって、今度スマホですよってこう、うん、であとでなんで支出が伸びてるんだよ、あと教育費だとかさ、医療費とか伸びてる、うん、これどうしたの、だって給料上がんないんだけど支出伸びてるってどうするんですかって話なんだけど、うん、一般の人の対応ってどんな感じ、切り詰めるかお金借りるか、まずはね、まずやることは奥さん働きに出てよ、そうですね、うん、はい、うん、次は長時間労働、残業してよって、うんうん、長時間労働だよ、うん、次は実はそれあんまり日本ではそんなに起こらなかったんだけど、まああるかな、アメリカでは住宅価格が上がってったんで、リーマンショック前ね、うん、住宅を担保にこの生活のためにお金借りてたんだけど、やっぱ借金ね、はい、日本でもあったね、消費者ローンがものすごいほど、やっぱあれだよね、0年代だね、アコムだとかさ、うん、アイフルだとかさ、はい、消費者ローンの波がものすごい、はい、うん、で、まあ、規制がかかっちゃったっていうのもあるんだけど、うん、まあ、こういう感じだよね。で、
でリーマンショックでこの借金すら果てしちゃったんでね、うんうん、でこのでなんとかな女性は、うん、ここに結構生きづらさの一つの原因で、ね、全てじゃないよ、一つの原因があるんじゃないかなっていうのは、うん、何分ぐらい5分です。5分ぐらい一旦切りましょう。どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。